すする TV。 ゼレゼレどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、昨日に引き続きズムサタシリーズということで本日のビラーメンはこちらです。どん。 JR 本所吾妻橋駅からすぐのところにあります吉報士さんにお邪魔してます。こちら吉報士さんは去年オープンの新店なんですけど、オープンしたての時からすでに話題になっていたのが鶏チンタン青というメニューですね。ずっと気になっていたラーメンの一つでもあるので、早速行きましょう。レッツゴー。さあ吉報士さん、注文制です。今回はなんとも珍しい青色のラーメン、鶏チンタン青をお願いしました。他のメニューも色鮮やかだなと思いながら待ってるだー。こちらが吉報士さんの鶏チンタン青です。おー、なんという綺麗な青色。これには松田聖子さんもびっくりなサンゴ礁って感じ。果たしてこのスープからどんな味がするのでしょう。早速いただきます。まずはそんな青いスープを一すくいして飲んでみると、くおー、色からは想像していなかった優しい鶏の旨味を感じられるあっさりめなスープ。ちなみにスープが青い理由は企業秘密ですが、地球の青さは守っていきたいスープです。よろしくお願いします。ではもう麺いきましょう。こちらもしっかり色がついていますが、果たしてどんなスープとどんなハーモニーを奏でてくれるのか。はい、そろそろほほー。コシのある絶妙な茹で加減で麺の色が表す通りスープもよく絡んでいます。見た目はまさに色物ですが、実際話してみると正統派ないいやつでした。さあ続いてこちらは鶏チャーシュー。こちらももちろん少し青色ですが、食らってみると中が少しレアになったブリンブリンな食感でジューシーな食べ応え。言うなればそのもの青き衣をまといて金色の野に降り立つべしって感じです。それではまた麺に戻って、ネギや貝割れのシャキシャキ感に遅めの青い春を感じたり、スープはやはりすっきりで飲みやすいな。日本海がこのスープになればいいのになぁと妄想を膨らませていきます。それにしてもこの美味しさを味わうと不思議と青色にも慣れてきた気がしますね。ほんと美味しいは正義です。てなわけでラストは意外にも結構白を保った味玉をペロリ。ガが強い味玉でしたが、とろっと溶け出す黄身がまた綺麗な色で最後まで食欲に追い打ちをかけてきます。そんな感じで色とりどりなハーモニーを最後まで味わって本日も完食です。大変美味しくすれました。一見木をてらったような見た目とは違ったしっかり正統派な鶏チンタンスープを味わえる一杯でした。それではガズメ。はい、ごちそうさまでした。いや、吉報士さんに行ってきたんですけれども、普通に良かったですね。あっさり鶏ガラスープでしっかりと鶏の旨味も感じることができましたね。そしてスープの色が見てみたら分かるんですけど、かなり綺麗な青色でしたね。青っていうよりは青の方というか、とにかく美しい色でしたね。そこに黄色い鶏油がかかるので、色的には青緑みたいな感じで、本当にこう海のようなスープでしたね。あのスープの色はどうやって出しているのか企業秘密らしいのですが、どうやって作ってるんでしょうかね。本当にちょっと知りたいですね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、吉報士さん、ラーメンは青かったや。地球。